桜庭奈々美だ。え、僕ファンなんです。私は誰？ここはどこ？まさか記憶喪失？あなたは誰？え、あ、僕は丸の内健太、二十歳独身で。丸の内に行かなくちゃ。え、丸の内ってあの東京駅前のサラリーマンの？違うわ。丸の内は今や三菱地所によって世界中の人が笑顔で働けるグローバルビジネスセンターに。あ、私なんでこんなことを。え、私を丸の内に連れてって。え、人を思う力、街を思う力、三菱地所グループ。何この展開。続く。三菱地所東京ディクショナリー brought to you by 三菱地所。東京の今をキーワードから切り取る三菱地所東京ディクショナリー。今朝取り上げるのは、東京の空の玄関口、羽田に誕生した新たな物流の拠点。キーワードは羽田クロノゲート。去年10月に誕生し注目を集めている日本最大級の物流ターミナル、それが羽田クロノゲート。とにかく巨大です。延べ床面積は19万平方メートル以上、東京ドームおよそ4個分です。世界からたくさんのものが集まるこの施設、注目は様々な革新的なシステムとダイナミックな設備なんですね。例えばですね、物流施設でありながら家電製品の修理などを行う機能を備えているんです。家電の修理といえば、お客さんからメーカーへ、そして修理工場に運ばれて、またお客様の元へ戻るという輸送プロセスを踏むのが普通ですよね。しかしです、羽田クロノゲートで修理すれば、このプロセスが大きく短縮されます。巨大ベルトコンベヤーは全長およそ1000メートル、時速10キロほどで荷物が流れます。最新ロボットアームを投入しているんですね。従来の施設では1時間あたりおよそ2万4000個だった仕分け数が、1時間あたりなんと4万8000個に大幅アップ。とにかくすごいんです、ここ羽田クロノゲートね。そんな東京が誇る物流革命の拠点について、物流のコンサルティングなどを行う株式会社日本ロジファクトリー、青木翔一さんにお話を伺いました。まずは、羽田に作られた狙いとは。羽田空港に近いということもあってですね、国際便の乗り入れ枠が増えた、まあ、その羽田空港との連動で、東南アジアを中心とした世界にこう日本の物流技術っていうんでしょうか、いわゆるその宅配技術を輸出していこうということがあります。国際線の乗り入れが増えた羽田空港、東南アジア中心に物流技術を輸出しようという、そういう狙いもあるわけですね。そしてこの日本最大級の物流拠点なんですが、これまでなかなか一般人が立ち入れなかった生の物流の現場を見学できることでも話題になっているんです。見学コリドーというのがありまして、これは、まあ、あの荷物が流れていく様子を、まあ、空中回廊から実際に見ることができるということですね。まあ、あとはあのバックオフィスみたいな形になるんですけども、集中管理室にて、まあ、そのモニターでですね、その施設を管理している様子が見学できます。社会的な見学なんかには非常にこう有効な部分かもしれませんね。まあ、物流現場をこうショールーム化しているような形を結果的になってまして、見学者をこう受け入れることで、まあ、ヤマトのいわゆるその企業ブランドと告知力をまあ非常に高めて発信しているなというのがあると思います。空中回廊から物流の様子を見学できる、物流現場のショールーム化、これ言い直せば見える化。うん、まあ、オープンキッチンなんていうレストランもありますけどもね、物流を見える化することで、その安全性や的確さ、あるいは働いている方々も、お、見てもらってるぞ、頑張ろう、モチベーション士気も高まりますよね。そして見る側の私たち、見学する側も理解が深まる。
まもなくゴールデンウィーク、行楽地もいいですけども、どうですか皆さん、日本の物流を感じるために羽田へ向かう、そんな新たな楽しみ方もありかもしれませんよ。三菱地所東京ディクショナリー、今朝は羽田クロノゲートというキーワード切り取ってみました。